皆さんこんにちは。今回はハコットのトレインシミュレーターワンマン2をプレイしていきます。ではやっていきましょう。今回使用する路線を選びます。車両を選んで、早速乗務開始です。今回のシミュレーターは基本一人なので、ドアの開閉などはもちろん全て一人で行います。ちなみに最近このシミュレーターにアップデートが来て、新しい車両やトラブル、新路線が追加されました。個人的にはこのシミュレーター結構好きです。都会の路線もいいですが、こういう田舎のローカル線も味があっていいですよね。それでは、とじめ、点、出発進行、神岡温泉、併発、次は木月固定車。今回使用する車両はワンハンドルですね。ワンハンドルはシンプルで運転しやすいです。もし、ワンハンドルとツーハンドル、どっちがいいかと聞かれたら、自分は見た目で選ぶ派なので、ツーハンドルと答えます。まあ、ぶっちゃけどっちでもいいんですけどね。お待たせいたしました。上流電鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は各駅停車の永福寺方面流れ町行きです。次は木月湖、お出口は左側です。次は木月湖、停車2両。まもなく木月湖、お出口は左側です。停車位置よし。ちょっと早く着いてしまいました。まあ遅れるよりいいでしょう。とじめ、点、出発進行、木月湖、併発、次永福寺停車。次は永福寺、お出口は右側です。制限20。永福寺、まもなく永福寺、お出口は右側です。
停止位置よし。中間地点に着きました。ここでは行き合い列車との列車交換が行われます。はじめ、出発進行。永福寺、停発、杉戸岬、停車。次は富崎、富崎、お出口は右側です。富崎、停車2両。まもなく富崎、富崎、お出口は右側です。停止位置よし。はじめ、点、出発進行。富崎、停発、次、古い丘、停車。次は、古い丘、古い丘、お出口は右側です。制限45。制限解除。古い丘、まもなく古い丘、古い丘、お出口は右側です。停止位置よし。危ない危ない、危うく人と接触しそうになりました。はじめ、点、出発進行。古い丘、停発、次、流れ町、停車。次は終点流れ町、流れ町、お出口は右側です。
流れ町、お出口は右側です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。早めに減速します。上流電鉄をご利用いただきありがとうございました。ちょっと減速しすぎてしまいました。停止位置よし。これで乗務は無事終了しました。いかがでしたか？システム的にはしっかりしているので皆さんにもこのゲームをおすすめします。ぜひ一度やってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。